はい、ピーナッツベンダーでした。ソリスト紹介します。ピアノ、アガタ・ハルカ。アルツサックス、近藤亜希人。トランペット、横川紫音。続いてお送りする曲はジャダというんですけども、この曲、まあ、1年通してようやってきたんですけど、本番でやるたびにテンポを私指摘されるんですよ。最初に出すテンポを早いだの遅いだので、この前マービーでやった時は、早いって言われたんだな。でこの前の10周年記念のファイナルライブでは遅いと言われてで大受けしてますねで練習の時はちょうどいいんじゃないかなみたいな感じになったんですけど、今日の本番どうなることやら私がカウントした時にメンバーが私の方を睨んだら練習とテンポが違うということでそういうところを楽しみながら、ね、聴いてもらったらと思います。でこの曲、マービーの時だったか、小賀夏がタイトルの意味を言ってたのはその時かな。タイトルに意味がないみたいな。そう、この曲ジャダ言うんですけど、ジャダってなんぞと、意味がないんですって。で意味がないからこそ世代を超えて愛されるみたいなことを小賀夏が言ってた。はい、OK サインが出ました。合ってます、そんなジャダーです。お聴きください。Thank you.
花でした。ソリスト紹介します。トランペット竹内カノン、バリトンサックス近光京吾。どうでした、私のテンポのほどは大丈夫だったよって人。あ、お客様ありがとうございます。はい、完璧ですね、ありがとうございます。続いてお送りします曲は Smoke Gets In Your Eyes という曲、日本語タイトル煙が目に染みると、まあ、我々は煙と呼ばせていただいてるんですけども、この曲はですね、ロマンティックコメディロバータという、 こうミュージカルがありまして、それの挿入歌ですね。で、そのセリフで When your heart's on fire, smoke gets in your eyes というのがありまして、直訳するとあなたの心に火がついたとき煙が目に染める、つまり目が見えなくなる、すなわち恋は盲目という、そんな思いが込められた、おしゃれなロマンチックな曲 Smoke Gets In Your Eyes です。で、この曲はですね、我々フリューゲルホルン古賀夏樹さんをフィーチャーしてやってます、はい、きっと古賀夏樹さん暴れてくれるでしょう。はい、楽しみですね。それでは、Smoke Gets In Your Eyes です。どうぞ。
はい、スモークゲッツインアイズでした。フルゲルホルム小金津さんに大きな拍手をお願いします。続いての曲はサテンドールという曲です。サテンドール、喫茶店じゃないですよ、はい、サテンじゃないですね。この曲はこれも小金津さん曰く、サテンドレスを着た人形を見ながら書かれた曲というのを紹介されたんですけど、私ネット見ててこう後付けで歌詞があるんですって。それでその歌詞を見てみたら、サテンドレスを着た美しい女性をイメージしていて、街を歩く美しい女性、そんな女性を思いながら書いた曲だっていうのを書いてあって、まあ諸説ありですけど、そっちの説も、まあ、本当かどうかわかんないですよ。でもそっちの説もロマンチックで結構いいなと思いながら、はい、ですね、こうどうしようかな、どうしようかな。はい、サテンドールです。はい、サテンドールです。どうぞ。